社プレゼンツ、佐野日奈子の教えて推し漫画。こんばんは、番組パーソナリティ佐野日奈子です。今夜も推し推しですよ。この番組は月替わりのコミックプレゼンターにご登場いただき、おすすめの漫画でプレゼン対決をしていただく10分間の番組です。勝敗を決めるのは、そう、ラジオの向こうのあなた。どちらのプレゼンがより読みたいと思ったか、番組公式ツイッターアカウントをフォローして、いいねかリツイートで投票してください。メッセージもお待ちしています。ハッシュタグ推し推しをつけてどしどし投稿してください。さあ、今月2月のコミックプレゼンターをご紹介します。こちらのお二人です。もしもしのあきちゃんです。療養中のことぶきつかささんに代わりまして、私ゲートブリッジささぐりでございます。よろしくお願いします。じゃあ今回はあきちゃんと呼びますね。あ、お願いします。嬉しいです。ささぐりさんは今日グリちゃんで、グリちゃんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは始めていきますよ。お二人も一緒にお願いします。せーの、おしおし。講談社プレゼンツ、佐野日奈子の教えて推し漫画。この時間は講談社がお送りします。それでは早速お二人のプレゼン作品紹介お願いします。はい、エイトブリッジ笹栗隆が選んだおすすめ漫画は、推し推し推し、相談役島耕作。こちら広金健志先生の作品なんですけども、日本を代表する電機メーカーテコットの会長を退いた島耕作は相談役に就任します。社業を離れ、その軸足は政治経済国際の諸問題へと、日本の未来のために次に取り組む仕事とは、島耕作シリーズ新たな局面を迎えたサラリーマン漫画の金字塔という作品でございます、うん、そしてもしもしあきちゃんが選んだおすすめ漫画は、推し推し推し、青野くんに触りたいから死にたい。こちらは椎名海先生による作品です。愛を捧げるたびに何かを失う天然少女ゆうりちゃんとその彼氏青野くん、幽霊と女子高生、断絶した世界の二人が紡ぐ濃密で一途なホラーラブストーリー、絶対に結ばれない二人のデタラメラブストーリーという作品です。うーん、タイプが全然違った、ね、違いますね、はい、今日はすごい、またまた新しい作品で楽しみです、番組では毎回テーマを決めてプレゼンしていただきます。今週プレゼンしていただくテーマはこちら、推し推し推し、強い気持ち。ストーリーの中で強い気持ちが伝わるシーンや登場人物について作品の魅力たっぷりにお願いします。まずはグリちゃん、相談役島耕作から1分間でお願いします。スタート。今回僕は島耕作を読ませていただいて、すごいなと思ったところはですね、とにかくもう時代に沿った内容であるところでですね、そのタイトル例としては、うん、去年の2月に作中でこう73歳の島耕作がね、こう、うん、コロナに感染するんですね、コロナに感染しちゃったということが我々が生きているこの現実世界でヤフーニュースになったんです、ね、それぐらい今時代とこうマッチした内容で話が進んでいってる。面白い。さらにそのコロナの壁にぶつかる企業の問題であったりとか、うん、LGBT のこうセクシャルマイノリティの社員さんが働くにはどんな職場環境がいいか、若くして社長になった女社長がこう反社長派を掲げるおじさん役員たちにどう立ち向かっていくかというような、まあ、そういったこう時代に沿ったリアルな企業の問題を扱って、それを島耕作本人が乗り越えていくのではなく、その問題に立ち向かう後輩たちの背中を押す相談役として島耕作が、背中を押してあげるという、そういう内容なんですね。だからこう弱気だったり自信がない部下たちの背中を押すことで強い気持ちを持たせて立ち向かわせる、そういう内容です。わ、完璧素晴らしいです。めちゃめちゃ読みたくなりましたね。素晴らしい作品のプレゼンでした。ありがとうございます。続いてあきちゃんさん、あきちゃん、あきちゃん青野くんに触りたいから死にたい、強い気持ちをテーマに1分間プレゼンお願いします。ワンミニエミエ。こちら1話の最後なんですけれども、ゆうりちゃんが、幽霊の彼氏の青野くんに、私の体に入ってみると軽い気持ちで聞いてしまいます。そうするとなぜか青野くんが悪霊のようになってしまって、ゆうりちゃんの体を乗っ取ってしまうんですね。で、それがめちゃめちゃ怖いシーンなんですけれども、で乗っ取りが終わった後、ゆうりちゃんはこのまま青野くんと居続けたら私どうにかなっちゃうかもしれないって不安になるんですけど、でもすぐに泣きそうな顔で、
どうなってもいいよ、青野くんのそばにさえいられれば他に何もいらないって思ってしまいます。普通怖いものに対しては成仏させるとか退治するっていう選択肢取ると思うんですけど、ゆりちゃん青野くんを愛してるから捧げるっていう選択肢を取ってしまうっていう強い気持ちと全ての始まりのシーンなんですね。でこれがすごい最後墓地でキスをしているっていうめっちゃ怖くて悲しいすごい一枚絵のところですごく印象的なシーンなんですよね。これなかなかないです。この怖いお化けに対して退治とかしないで、私の命を捧げるっていう。へー、ラブストーリー大好きなのでなんかグッときちゃったなすごい。そう言われるとなんかそっちに肩入れされてあれいや今回すごい素晴らしいです。どちらのプレゼンもいかがでしたか。ちょっと短かったですね。1分間で短いですね。30秒ぐらいのスモリーダーでしたもん。だって終わった時あ、まだまだ喋る、ね、はい、あ、じゃあまだまだあったんですか。そのまだまだありましたね。うわー聞きたかった。島子さんもラブストーリーのシーンはありますから。本当に7分間でラブのシーンありますから、はい、いっぱいある、はい、さあラジオの前の皆さん、どちらのプレゼンが良かったか番組公式ツイッターアカウントへ投票お願いします。エイトブリッジ佐々木隆さんが良かった人はいいね、もしもしあきちゃんさんが良かった人はリツイートです。おしおし講談社プレゼンツ佐野日向子の教えて推し漫画、この時間は講談社がお送りしました。さあ今週は相談役島耕作と青野くんに触りたいから死にたいプレゼンいただきましたが、リスナーの皆さんからこんなコメントもいただいています。高橋くん代打頑張って。ふとぶきさんはどう聞いてるんですかねそこが気になりますけど、今日の作品どっちも読んだことなかったけど、プレゼン聞いたら買ってみたくなったというか、あきちゃん滑舌よくてめっちゃ聞きやすい。あ、嬉しいです。めっちゃいいです、ね、ありがとうございます。いや本当に今日のプレゼンどっちが勝つかがわからないです。めちゃめちゃ良かったです。いつもはそんなにもうはっきりしてる。あ、なんか結構今日こっちだなってのはそうなんですか。結構テーマが結構あるので。ああ、なるほど。そうなんですよ。そのテーマにどっちが強いかみたいなところもあって、はい、結構こっちが勝つっていうのがわかりやすいんですけど、はい、今日は難しいです。はい、ということで本日の投票締め切りです。果たしてどちらのプレゼンが良かったのでしょうか。それでは決まりました、今回の投票結果はグリちゃんの勝利です。おめでとうございます。素晴らしい。いや今日本当にどちらのプレゼンも素晴らしかったです、はい、代打、はい、ことぶきさん勝ちましたよ聞いてますかことぶきさん。おめでとうございますはい、毎月最後の放送で私佐野日向子が総括してベストプレゼンターを選ばせていただきます。抽選で5名の方に選ばれた作品と佐野日向子さん入りチェキもプレゼント。どんどん参加してくださいね。はい、いかがでしたか。すごい楽しかったですね。もうあっという間で本当寂しいですね。寂しいですね。まだまだプレゼンしたいですね。まだ、はい、来週またプレゼンを、はい、楽しみです。いやでも来週はどんなテーマなんだろう気になる、はい、来週は僕も来ていいんですかね。ぜひ来てください。ことぶきさんがここに座るとしても僕は見ていってもいいと思います。ぜひ来てください。外で見てくって何ですか。見てくって。はい、今週もコミックプレゼン、来週もコミックプレゼンターの皆さんに漫画の魅力たっぷりに語っていただきます。ありがとうございました。それでは今週はここまでです。また次回もおしおし。